るんだ。フェッチだけはしたけど、曲一緒なのかな、聞いてないんだよね、ちゃんと。前々にはあるよ。多分、あれしかだと思うけど。しかもあれ、もともとあの、凍結時一族の曲でもあるんでしょ。うん。それを知ってる人の方が少ないよね、きっと。知らなかった。そもそもまず、凍結一族を知ってる人も少ないと思うんだけど。いや、レアついちゃってるからね、あのゲーム、無駄に。楽しかったよ、あれ。いいゲーム性で、絵も綺麗だし。ボビーオロゴンのやつがそれレアついてるんでしょ。2万通くらいするな。びっくりしちゃう。とか。別にアーケード忠実でもないもん。アーケードキャラの追加の代わりに、ボビーオロゴンが出てるってゲームなんだけど、あのゲーム確かネイティブアメリカンみたいなキャラ一人いて、それが原因でリリースできない、リリースというかリメイクできないらしいよ。やってるからだけあるのか、銃撃戦の中トレーニングみたいなってやらせた時には全部外せ、当ててると。だってあの人なんかあったら災害派遣とか行くって言ってるぐらいちゃんとやってるんでしょ。うん、すごいよ、偉いよ。ドラム洗濯機あんなとこに置いてあるよ。あとあの人もすげえしね、高木氏だっけ、ジモンティの。あの人ね、うん、初めなんだこのやつ、うぜえなと思ったけど、普通、まあ、あれがそういうキャラなんだね。プロ野球選手の腕はあるんだけれど、怪我で行けなくなってお笑いに行ったんだ。ティモンティだっけ。だけど、でも社会人野球としてやってるからね、あの人。すごいよ、それ。するよね。
首のここ気持ちいい。自分出品者だったら何もしねえ、うん、なんかうざい。値下げするのもめんどくさくなるよね、トラブルになって、うん、私買えたのに。絶対めんどくさいタイプで、上の人が。ああ